誰？私、坂下柳と言います。あなたの炎を見せてちょうだい。炎だ？よせは今日から姫で、俺は姫の忍者だ。なんだか変ですね。変でもいいんだ。そうさ、たとえどんなことが起きようと、どんな奴が現れようと、決めたんだ。俺は姫の忍者になるって。炎と風神、危険な誘惑。お呼びでございますか、姫。レッカ君。あなたの忍者、花火師レッカ、ただいま参上いたしました。レッカ君。あなたの？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 あなたの忍者。今確かにあなたの忍者って言ったよな。ってことはあの劣化の野郎があの坂下さんに負けたってことか。あの姫って呼ぶのなんとかなりません？なんでだ姫。だって大変だったんですよ。私がレッカ君に喧嘩で勝ったみたいに言われて。我慢してくだされ、姫。はあ。ん？ん？ん？ナビシ、てめえ坂下柳の忍者になったってのは本当か？ああ、本当だ。のんきに飯食ってんじゃねえ！お前、この俺に倒される前にこんな女に負けたっていうのか。いえ、そのですね。どうも、心配すんな。俺は別に柳に負けたわけじゃねえ。じゃあどうして。花輪野郎に教える義理はねえ。誰が花輪だ、誰が花ピアスだって言ってんだろうが。ささ姫、こんなやつほっといて、どっか行こうぜ。待て花火師。てめえがなんでそいつの忍者になったか知らねえが、こんなことになってあいつが、フー子が黙ってると思うのか。ちょっとどうしたんですか、レッド君。ここでしばらく様子を見るか。あの、フー子さんって一体誰なんですか？
桐沢風子、ガキの頃からの喧嘩仲間だよ。俺の天敵だ。もう見つかっちまったか。ようご両人、暑いね。あんまり暑いんで、風子ちゃん、やけどしちゃいそう。こら、風子てめえ、いきなりこんなもん投げつけてキャーって。もし姫に当たって怪我でもしたらどう責任取るつもりだったんだ。ハロー姫ちゃま、風子ちゃんです。ありゃ、避けないの。風子てめえ、なんだ、大したことないじゃん。なんだと？烈火に勝ったぐらいだからこんなの簡単に避けると思ったのにさ、超がっかり。あのな、それはお前の誤解。そう、そうなんです。うさい、そんなラブラブモードでいるようなやつの言い訳なんか聞きたくないね。見損なったよ烈火。あんたは、あんただけはそんな男じゃないって思ってたのにさ。やべえ、姫逃げそう。煙幕で逃げよったってそうはいかないよレッカ。思えばあんたとは10年来の腐れ縁。どんなに強いやつでもぶっ倒してきたこの私が、あんたにだけはまだ一度も勝ててない。これは恥だ。へへ、また俺の勝ちだぜ。くそ。おい風子、もしお前が俺に勝ったら、俺はいつでもお前の忍者になってやら。だから私は意地でもあんたに勝って、あんたを私の忍者にする。それが何よりの名誉挽回だ。なのにそれをいきなり。柳ちゃん、あんたに奪われて、はいそうですかと引き下がるわけにはいかないのよ。勝負しましょう。あなたに勝てば私は烈火に勝ったことになる。私よせ風子、お前の喧嘩の間は俺だろ。関係ねえ柳を巻き込むんじゃねえ。うっさい、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 うっさい。問答無用。邪魔すんな烈火。おバカのドモンとは違うんだよ。そんな単純な攻撃じゃ風子ちゃんには。なんだよこの網。おいこら、全然出ないだよ。忍びとは常に先を見て動くものなり。風子、何さ。一応言っとくけどよ、俺が姫の忍者になったのは喧嘩で負けたからじゃねえぞ。じゃあなんでなのさ。なりたかったから、俺がなりたかったからだ。なりたかっただと？そんなの言い訳だい。私以外の女にヘイコラする烈火なんて見たかねえや。だったら力ずくで奪ってみてはどう？桐沢風子さん。誰あんた。勝利の女神よ。なんだそりゃ。これは風神というものよ。あなたに差し上げるわ。何それ、趣味悪い腕はね。せっかくだけどいらないわ。でもこれを見れば考えが変わるかもしれなくてよ。
どう？この風神さえあれば、あなたは烈火に勝てる。もらっていただけるかしら、風神。烈火、勝てる。面白い情報が入りました。名古屋市で鉄パイプの下敷きになった少年の傷を通行中の少女が消してしまったという噂なのですが、感じるのです、治癒の力。何？治癒の力だと？すぐに調べさせ。はっ。はい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 、はい、花火師です。もしもし、もしもし、レッカ。あ、フーコか。こんな時間に何の用だよ。ちょっとレッカに会いたくなってね。あ、おい、おめえ寝ぼけてんだろ、フーコ。私ね、今学校にいるの。レッカに会いに来てほしくて学校にいるのよ。あのな、寝言は布団の中で言え、布団の中で。そう、あなたに会いたくて学校にいるのよ。その声は、てめえ一体フーコに何しやがった。学校で待っているわ。無事でいろよ、フーコ。この風、この風神っていう腕輪で私が操ってるのよ。風子、こいつを腕に巻くと感じるんだ。戦いたくて戦いたくてうずうずしてくるの。風子。フーコ、一体どうしちまったってんだよ。また会えたわね、レッカ。影法師、てめえフーコに何しやがった。プレゼントを差し上げただけよ。プレゼント？この風神はね、どんな人間でも風を操る能力を得ることができる道具なの。ただしちょっと副作用があってね。不慣れな人間が手にすると異様な興奮状態に陥って危険な戦いの夢に見入られてしまう。なんだと？よせ、フーコ！さあ、レッカ、昼間の続きしよう。それ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 。今度は本気で相手してやんぜ。
で、お前を悪夢から覚ましてやら。そうこなくっちゃね。誰か呼ばなきゃ。せっかくだけど邪魔はさせないわよ。なぜならこれは烈火にとって一つの試練なのだから。弾は全部あの風で飛ばされちまう。逃がさないよ、レッカ。くそ。来た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 。それうわチャンス。これで終わりよ、とどめの一発。ダメだ、逃げらんねえ。どうも。どうも。邪魔しないでよ。今は烈火と喧嘩中なの。どかないとあんた魔の行きだよ。どうやら坂下の言ってた通りのようだな。姫。心配ねえ、気絶してるだけだ。避けないのよ。どうも。くそー、やめるな。どかないと本当にぶっ殺すよ。どうも、逃げろ。なんで、なんで逃げないんだよ。見たか、ねえ、いつもの風子に戻ってくれ。私まずいわ、意識が戻ろうとしている。私なんてこと。頭の中でもう一人の私が戦い戦えって。怖い怖いよ、ドモン。怖いよ、レッカー。何？続きやろう。惜しかったわね、レッカ。許せねえ、俺の友達を、俺の仲間を、俺の姫を。許せねえ、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 許せねえ。烈火の手から炎だと。ようやく出した。行け、俺の炎よ。甘いわよ、烈火。そんな炎、私の風が吹き消してあげるわ。影奉仕汚ねえぞ。俺の友達を利用しやがって。
てめえの狙いは俺のはずだ。それを関係ない人間まで巻き込みやがって、とことん気に入らねえ。これで俺の心は決まったぜ。この先何があろうと俺はてめえと戦う。次回、水の剣士復讐の刃、俺の心が炎と燃えるぜ。